カットバセボールチャンネル、ネット広辞苑。ネット広辞苑。はい、今回も前回に引き続き、名選手たちの球児時代ということで、現役プロ野球選手の球児時代についてお話ししていただきたいと思います。今回はグッチーさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと僕は最近引退しちゃったんですけども、斉藤佑樹選手を挙げさせていただきたいと思います。ちょっと思い出深い選手で、ずっと見てた選手なんで、挙げさせていただきたいんですけども、甲子園通算は8勝1敗、引き分け2つ、すごい、とんでもないですよね。とんでもないです。延長上回2回投げてる。すごいですね。甲子園で投げた球数が1502球っていうピッチャー。すごいね。1500球投げてます。すごいですよね。体力もすごいですね。そうなんですよ。でハンカチ王子って言われてますけども、試合中にお尻のポケットから、ちっちゃいタオルハンカチ出して汗拭いてっていうのが、いいっていうので、おばさま方にすごい人気が出て、あれ以降ですよね、何々王子みたいな。確かにそうですね。ダルビッシュ2世が多かったのに。そうですね、そうですね。ダルビッシュ2世いろいろ調べたら42人ぐらいいました。多いな、2世。いや、そう、サッカー界のとかいましたね。競技変わっちゃって、通算で106回投げてるんですよ、甲子園で。うわ。で1年間で106回投げてるんですよ。だから本当ローテ守ったみたいな感じになっちゃって、本当ですね。それで8勝1敗で本当ローテ守ったみたいな感じになってて、8勝勝ったら十分ですね。そうなんですよね。で通算奪三振も104ってことで、すごい。あんまり言っちゃいけないんですけど、プロ通算209しか取ってないので、ほう、じゃあ足しましょう。そうですね、ちょうど3倍ぐらいの感じで、すごい。そうなんです。すごいな。思い出残ってるのは関西高校と、延長15回やって再試合やってるんですよね、でほぼ、投げ切っちゃってるんですけども、1試合目が15回投げて、2試合目7回投げて、最初は先発は違うピッチャーが投げて救援でっていうので勝ったんですけども、どうしてもちょっとその時見てて思ったのが、立ち投げで膝が全然使えてないっていうのがあって、でそれが結構解説の方にも指摘されてて、ボールがどんどんシュート回転して抜けていっちゃうんですよね、でそれを夏ちゃんと改善して膝を落として投げるようになって、夏だけで69回投げて、すごいな。夏だけで959回投げて、ほぼ全部完投ですね。最初の試合だけ、勝ってたんで救援仰いだんですけど、救援のピッチャーがワンアウトも取れた時に降板しちゃって、戻ってきて抑えて、そこから全部完投しちゃってるので、最後の決勝戦は違うピッチャーが投げたんですかね、でも救援で投げて、それも9回投げてるので、とんでもないタフネスで、だからもう今後甲子園では現れないです、このピッチャーは。球数制限あるんで。そうです。そうか、もう物理的に現れないですよね。でなんでそれができたのかっていうのが、酸素カプセルに入ったら疲労がすごい回復するからだっていうのがあって、でずっと酸素カプセル入って休養してたからですよとかっていうのが出たんで、こっから数年ぐらい酸素浴がすごい流行ったんですよね。うわ、そっちのブームを使ったの。早稲田実業、酸素カプセルあるんですか。ジムに行ってるとか持ってるかどっちかだったと思うんですけど、持ってるすごくないですか。でも学校さん持ってるとこ結構あるんですよ。あるじゃないですか。もう結構学校さん行くと、これ酸素カプセルでみたいな、結構紹介してもらったことあります。すごい。早稲田実業にあったかちょっと覚えてないですけど、でもなんかね、あってもおかしくないぐらいね、 OB もいっぱい出てらっしゃいますしね、なんか。でもあんなになんか涼しい顔で投げてる、こんな、この数字もえぐいじゃないですか。だからそのこんなことって起こり得るんだなって顔でしたよね、なんかね。ですよね。王子が似合う顔でしたもんね。そうそう。でこの時ってまだバックネット裏自由席だったんですよ。そうですね。だからみんな徹夜して並ぶんですよね。で僕らとか一緒に並んでるようなおじさんとかは、もう一回も家帰んないんで、16日間とかずっと見てた人がいて、こんだけハンカチ王子って言われてるのに、ニュース知らないから、もう球場と自分でもうそこで寝泊まりするんで、その繰り返しだったんで、
品のいい子って呼んでる。それ聞いたことあります。あの子誰じゃん。品のいい子みたいなね。品のいい子だもん。さすが早稲田の子は品がいいっていう。品がいいって言われてましたよね。これなんか今治タオルじゃないかみたいな。西尾のタオルだった。違ったんですよね、なんかね。確か。そうそうそう。いいタオルじゃないかみたいな。うん、なんかあれ地元兵庫のなんか企業が作ってるかなんかだったと思って。そうそうそう、すごっ、うん。そこまで考えられてるんですよ。お母さんがプレゼントしてくれた。あ、かわいい。いやー、なんか高校生って感じ。うん、今のめっちゃなんか若い人にも人気でそうやったわ、今のは。なんかお母さんからもらった。確かに、ね、確かに。あ、お母さんありがとう。なんかもらったものありますか。僕ね、これね、はい、言おうか言わないかちょっとね、うん、悩んだんですけど言いますね、うん、僕実はタオルあるじゃないですか、はい、長いタオル、はい、あれポケット入れてました。入るんすか。あれ入るんすか。詰め込んでました。ただで暑いからタオル王 子だからそれ見て多分斉藤由紀くん真似したんちゃうかな。平田すけど、あんなこんもりしてるの嫌だけどもうちょっと小さいやつないかってハンカチなったんです。多分こんもりどころじゃないですよね多分。バスでもっこりしてました。出てました。練習試合のめっちゃ暑い時とか入れて入れて試合で出たんですよ。でもやっぱね邪魔すぎるんですよ。いやそうですよ、ね、それはそう。邪魔すぎるからもうベンチに置いといたんですけど。ただでさえタイトめに着る大阪桐蔭ですね。さらにタイトなんですよ。プロ時代に対戦とかはなかったですか。公式戦はないんですけど、うんうん、宮崎のフェニックスリーグって あ,、はい、あの時に1回対戦しました。だあの時はもう変化球ピッチャーで、うん、ツーシーム軸でまっすぐツーシームフォークでスライダーみたいな感じだったんですけど、うん、レフト前打ちました。おーおーすごいな。元祖タオル対決勝ちました。向こう向こう多分ピンときてない。ゲデさんはどんな印象あります、はい、いやーもうやっぱりね、うん、何かとやっぱ話題になった人だなっていうイメージですね。僕だから早稲田大学の最後の試合も見に行きましたけど、その何か持ってると言われます、うん、それは仲間ですって言ってそこがうわー盛り上がった、うん、あの時も見に行きましたけど、やっぱこの人がやった試合もそうですけど、うん、言ったこと、うん、なんかこれ時代の寵児というか、そうですね、なんかここのやること喋ること全てが絵になる、なんか本当に王子様というか、うん、物語から飛び出てきたみたいな人だなという風な感じでしたね、うん、大学キャプテンでしたもんね、うんうん、今までなかったタイプ、なんか それこそ僕らがちょっと世代が違うんであれですけど、荒木大輔さんとか、うんね、大ちゃんフィーバーを起こしてたみたいなところに近いものがあったんじゃないかなっていうような気がしますよね。なんか結構駒大と苫小牧が派手なチーム、うん、そうですね、まあ、パフォーマンスとかも派手だったりとかっていうのがあって、うん、2連覇してきたのを阻んだっていうのも結構その絵になったというか、うん、一番最後もゆうちゃんとマー君の対戦っていう、うんなんかね漫画としては結構ベタすぎないかっていうぐらいのことが起こりましたからね、現実でね、うん面白かったですね。実際9回ホームランで2点入って、最後三振三振で終わったと思います。はい、そうなんかだからちっちゃい子で言ってんすよね、よしあと1人とか、そんな余裕あるんですねやっぱ。いやなまああれでしょうね、なんかやっぱこれで吹いてるからなんか一回冷静になれるでしょうね。なんか吹くことによって、吹くことによってちょっと薄水色なんですよね。そう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 、ハンカチが確かに。だから保護色で見ると落ち着くっていう。まあそのシーンは定かでございますけど。素晴らしい選手ですね。でもね、はい、本当に。はい、ということで今回は、まあ、ハンカチ王子こと斉藤佑樹投手でした。はい、それでは次の動画でまたさよなら。さよなら。